にちは。アリン固形 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの飼育や観察に役立つ情報やアリのペットとしての魅力を美しい映像とともに発信していきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。はじめに皆さんに報告です。今年2022年4月21日より飼育を開始した黒長アリですが、マーカー数が20匹を突破しました。カチ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 。できれば今年中に50匹は行きたいところです。さて、この動画では四肢食である黒長アリがタンパク質補給が可能なアリ博士流の究極蜜餌を飲むかどうか検証します。黒長アリは主にイネ科やタデ科の植物の種子を食べる変わった習性を持ったアリなのですが、植物の種子はどうしてもタンパク質が少ないため、黒長アリ飼育において繁殖の源となるタンパク質をどう補給するかというのがとても重要な課題になります。この動画を最後まで見れば、どうしたら黒長アリにタンパク質を補給できるか、そしてミルクシュガーがそれに大変有効であるということがお分かりいただけると思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ちなみに現在の映像では黒長アリがトウモロコシの胚芽の部分を食べています。胚芽はトウモロコシの実を割ると中に入っている単音色の防水系の物体です。種子や胚芽はデンプンが豊富に含まれています。このデンプンを黒長アリは消化してエネルギーに変えているのではないかと考えています。本題に戻りますが、このチャンネルではアリのエネルギー源である糖と繁殖の源であるタンパク質の両方を取れる究極の蜜餌ミルクシュガーをたびたび紹介してきました。黒長アリは少量ですが蜜餌を飲みますので、その習性を生かしてタンパク質の補給を試みてみます。では黒長アリにミルクシュガーを与えていきたいと思います。蜜餌ですが、アリが蜜を飲みやすいように切り口を調整したチューブを使って与えていきます。さて、黒長アリはミルクシュガーを飲んでくれるのでしょうか。早速マーカーがやってきました。触覚でこれが何かを注意深く確かめていますね。警戒してなかなか食べませんね。その後も入れ替わり立ち替わりマーカーがやってきますが、警戒してなかなか食べません。10分後、ついにマーカーたちがミルクシュガーを飲み始めました。3匹川の字になりながら飲んでいてとても可愛いですね。熱心に川の字で飲み続けていますね。どうやら黒長アリにもミルクシュガーを気に入ってもらえたようです。これで黒長アリへの蜜餌を通してのタンパク質の補給が可能になりました。黒長アリがミルクシュガーを飲む様子をじっくり観察してみましょう。ミルクシュガーを飲み終わった後、ミルクシュガーを飲んだマーカーと飲んでいないマーカーとの間で栄養交換がされていました。これでコロニー全体にミルクシュガーの栄養が行き渡りますね。栄養交換の様子をじっくり観察してみましょう。今回の実験で
黒長アリには、ミルクシュガーでタンパク質を補給できることが分かりましたね。タンパク質を補給することで、黒長アリのコロニーはますます発展していくと思います。皆さんは、黒長アリにどのようなタンパク質を与えていますか？もしよかったら、コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。今回の動画、いかがだったでしょうか？この動画がいいなと思ったら、ぜひ、いいねやコメントをいただけると、今後のモチベーションになり、とても励みになります。また、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録していただくと、アリ飼育に役立つ最新の動画や、過去の動画をすぐに見ることができますので、ぜひ、チャンネル登録をして、動画を見ていただけるととても嬉しいです。本日も最後まで見ていただき、ありがとうございました。ではまた。